静かなる防衛の時間です、心身の鉱石、今後 F3 戦闘機に生かされるでしょう。で、日本が初めて作った戦闘機、ステルス戦闘機です。しかし、まあ実用性はなく、テスト用の戦闘機です。全てにおいてまだ出来上がってない。コックピットなんかもうギッチギチの状態でフライトしていました。しかしシンシンはしっかりフライトし、データを集めることができました。まあ、このデータなんですが、 F3 へもたらすデータが大きい。今となったエンジン、最新のエンジンが IHI から防衛省へ納入されています。 F22 戦闘機に匹敵する推力を得ているという話です。まだテスト段階です。実際に積んで飛行したわけではありません。しかし、こんなエンジンを作れるということは、まだまだ今後 F3 の性能がぐんぐん上がっていくでしょう。アメリカが F35 のパートナーに日本を選ばないのは、やはり日本が技術で勝ってくるからです。 F35 の情報を日本に渡すわけにはいかないと考えているんでしょう。まあ、それもわかります。F3 でやはりエンジンがダブルなのかシングルなのか気になるところですが、多分ダブルの双発エンジンになってくるでしょう。ツインエンジン、シングルだと今購入している F35 で賄えると考えられますが、しかしツインエンジン F22 よりも性能を増す第6世代の戦闘機が必要になります。すると今度はやはり出雲でも使えるような機体をもう一個作るかどうかです。ストブル戦闘機、
をもう一種類作るか。夢はありますね。双発エンジンでストブルキーを作るなら、さすが日本と言わざるを得ないでしょう。がしかし、そこまでには大きなハードルが出てきます。それに360度スクリーン、いやデータリンクなど、もう当たり前になってくる時代です。ロックオンなど、どの機体からでもできる状態で、任務に就かなければいけないでしょう。もしかするとほとんど自動操縦になるかもしれません。今現在なんか F-35 を見ても人がついていってないような感じがするんですよね。コンピューターで言えばハッカー、コンピューターに詳しい人が必要になってきます。 F-35 を知り尽くしたパイロットがそんなにいるとは思えないですよね。編隊を組むときに一人でもいればいいみたいな感じではなく、みんなが、すべてのパイロットが完璧であった方がより高性能な機体を操ることができます。それは F3 でも同じことで、先進的なコックピットディスプレイ、すべて近未来的な状況になっていくでしょう。ヘルメットも360度当たり前の状況です。もしかすると。パネル自体なくなり、ヘルメットで全てを統括できる、そんな戦闘機が出てくるかもしれません。 AI を使う、 AI が補助をする、そんな戦闘機がもう開発されるかもしれません。日本も F3 戦闘機計画の予算化をまずは通して、5年以内に作り上げる、それぐらい必要になってくると思われます。まあ10年先を見るのが妥当だと思いますが、今日のご視聴ありがとうございました。